フェルナーの法則、または、バーナーの法則、フェルナーの法則は、ゲルマン祖語における、音韻推移を示す法則であり、無性摩擦音 F、シータ、S、X が、強制のない音節の直後に来る場合優勢化して、各々 B、D、Z、G になることである。デンマーク人学者のカール・バーナーが1875年に発見した。グリムの法則の発見後、 それに従わない例も見つかった。インオーソ語の無性閉鎖音 P、T、K は、グリームの法則に従えば、ゲルマンソ語の F、C だ、X に変化したはずであったが、インオーソ語で P、T、K と考えられたのに、ゲルマンソ語ではそれらに対応する、有性閉鎖音 B、D、G として出現するような単語が数多く見つかった。インオーソ語 T、ゲルマンソ語 D という変化の、 よく知られている例はファーザーである。インオーソゴ PH と R ゲルマンソゴフェイダー。不思議なことによく似た B、RH、テアブラザーは、クリームの法則通りブラザーに変化した。さらには、インオーソゴの T に対応してシータと D の、両方が見られることもよくある。例えば、不定詞はアターナンターンや過去形ォース、ヒーターンドなどに対し、複数過去形及び、 過去分子などの変化型は、ワードマイナスを互換とする。ラスムス・ラスクも、ヤーコップ・グリムも、この矛盾に気づいており、例外がないわけではないとコメントしていたが、うまく説明できなかった。半世紀後、これら2種類の変化の要因を、初めて発見したのがベルナーである。彼は、無性摩擦音の優勢化が後頭でない場合、また、陰王祖語で強制のなかった音説の直後に限り、 起きることに気づいた。元の強制の位置はギリシア語やサンスクリット語では多く保存されているが、ゲルマン語では五島の音節に固定される。故に ph と r と b、rh、AH、a、テアの重要な違いは、強制が第二音節にあるか第一音節にあるかということで、ある。現代ドイツ語ジェ自ンゾンゲンドロー、ゲルマンソゴトゥータック。 インゴーソゴ・デューク・ダック・リード・ベルナーの法則は、ゲルマンソゴの Z にも当てはまる。しかし例外として、北ゲルマン語と西ゲルマン語では、この Z がさらに R に変化し、一部の活用では、S と R の対立が生じている。例えば、古英語の動詞九前中図は、過去複数では、カラン、過去分詞ではコーンであった。これは、クスクズ、グスガス、テイスト、 トライによる変化である。現代英語では過去分子がコーンとなりそうなものだが、実際にはチューズとチューズのシーンが採用されて、長寸となったのである。しかし、ベルナーの法則の R は、ワーにおいては消えなかった。同様に、ルーズに対してはロストがある一方で、複合語フォーローンも残っている。ベルナーの法則による変化は、年代的には、ゲルマン祖語における、 第一音説への強制推移よりも前に起きたもので、ある。また、最近までベルナーの法則は、クリームの法則に従う基本的変化が起きた後の変化であると思われていたが、その逆もあり得ることが示されている。現在はむしろその逆を主張する説が有力になりつつ、ある。ありがとうございます。